チェジュ市長者春ら大和チェジュ市チェジュ市は、大韓民国チェジュ特別自治道北部の市、チェジュ特別自治道道庁所在地である、行政市であり、自治権を有しない、国際自由都市を標榜し、年間400万人の観光客を迎える観光都市でもある。また、韓国内で唯一の鉄道、高速道路のない道庁所在地である、 韓国本土の最南海上に浮かぶチェジュ島北部、春ら山北陸中央に位置する。南はソギポシと接し、北はチェジュ海峡に面する。市街地は古くから発展した旧チェジュと新しく発展した新チェジュに分かれている。古代の丹田国中心地であった。丹ラは498年クダラに服属し、660年クダラが滅亡すると一時、 日本に調考したりしたが、結局白木に属した。駒が成立すると、高来に調考したが、この頃までは、間接統治を受けていただけで、島内は、丹田聖主が統治していた。1105年丹田軍が設置され、直接支配地域となった。その後、高来から離れて、岩鳥の直接支配下に置かれたこともあった。島の風土が、馬巻に適していたからである。 市内には19度 4U3541 等2696班がある。国際自由都市としてカジノが公認されており、日本、中国、台湾からのリゾート客も多い。ありがとうございます。